岡崎フラグメントは DNA 複製におけるラギングサの合成時に DNA プライマーゼと DNA ポリメラーゼ3によって形成される比較的短い DNA 断片である。分子生物学者の岡崎義春により1967年に発見された。ラギングサリから見て複製フォークは遠ざかっていくため DNA 合成が段階的に行われる。 この時合成される短い DNA 断片を岡崎フラグメントという DNA ポリメラーゼによる DNA の合成は5から3への方向にしか行えないがラギング差では3から5への方向の合成を必要とするそのため DNA 合成は段階的に行われるまず DNA プライマーゼによって数円期の短い RNA が合成され続いてその3末端から DNA ポリメラーゼ3によって DNA が合成される。こうしてできるのが岡崎フラグメントである。岡崎フラグメントの長さは、新生細菌では1000から2000円期程度、深核生物及び、古細菌では100から200円期程度である。この後、RNA 部分が r n a r h によって分解され、DNA ポリメラーゼ I によって分解及び、 DNA の再合成を受ける。断片の間に残ったニックは DNA リガーゼによって結合される。ありがとうございます。